女性の美白は7つの弱点を隠すという。はい、秀吉です。どうも、女性の美白美女は7つの弱点を隠すという。知ってましたか？ということで、今日はですね、今日は、250cc をちょっと買おうかなといろいろ検討している方にですね、でも 250cc でこう車検がないじゃないですか。車検がない状態でこうでメンテナンスがやっぱ気になるところですよね。車検がないからこう自分でやらなきゃいけないというところで、ちょっといろいろですねお話をしていきたいなと思います。 250cc のこう、まあ、自分でメンテナンスこうね、車検がないので、まずいろいろ気になるのは、まずエンジンオイル。エンジンオイルはこれはもう必ず必須ですね。必須。もう、ガンガン回す人は、どうでしょう。まあ、もう3000キロ以内には変えてください。もう常にこう書いて回す人は、こう、まあ2000キロに1回ぐらいはこう変えた方がいいかもしれません。で、新車買ったら必ず1000キロ以内にエンジンオイル。エレメントも変えた方がいいです。はいですね、もうエンジンオイルはもうまめに書いた方がいいです。バイクは特にやっぱね、こう回すので、もう、はい。で、2回に1回、3回に1回、こうエレメントを変えていくという感じでがいいと思います。はい。で、エンジンオイルと、エレメント。はい、エレメント。で、あと自分メンテナンスはチェーンですね、チェーンメンテナンス。チェーンメンテナンスもですね、こう自分でこうチェーンがまあ初め緩むんですけども、新車で買った場合、こうあのバイクショップの何ヶ月点検とかがあるので、こうチェーンもあの見てくれます。で、これが例えば6ヶ月1年だった時にこう、チェーン、まあこう、まあ緩みますよね。ほんでまあ自分でこうできるんですけど、バイク屋さんにこう何千円ぐらいでチェーンメンテナンスっていうところがあります。チェーンだけ見てくれる。こう、オイル緩んでる。500円か2000円ぐらいでこうやってくれると思うんですけど、それに出せばいいと思います。はい。で、チェーンもですね、こうやっぱ、で、油はこう自分で刺せばいいと思いますので、油は必ずチェーン用の油を買って、こう、まめに見るね。はい。見てください。チェーン重要です。で、まあ、もうやっぱりこう、本当に緩んだまんま走ってると良くない。あの、切れちゃいます。まあ、よっぽどそんな人はね、こう、いないと思うんですけども、はい、まずチェーン。あと、まあ、ブレーキパッド。ブレーキパッドもこう自分でね、目視をして、こう見なきゃいけない。まあ、簡単にこうね、ブレーキパッドの減り具合の量が分かると思うんですけども、まあ、どうでしょう。まあ、それ新車で買ったら、こう、1万キロで、まあ、どのぐらい減ってるかなというところでね、まあ、見てもらえば。これはまあ、見れますので、はい、ブレーキパッド。あとですね、あと、もちろんこのブレーキの効き具合っていうのは、まあ、こうね、あのブレーキオイル。こうね、ブレーキオイルが、ブレーキオイルがね、これの減り具合は、これも絶えず目視で見れますので、はい、目視で見てください。はい。あと何自分で普段メンテナンス。まあ、ライト、ウィンカーなんて切れたらわかるので、はい。まあ、そんなやっぱオイルとかですね、普段多分自分でね、こう、はい、まめに変えなきゃいけない。オイルついついうっかりね、忘れちゃう人がたまにいますから。オイルね、うっかりね、忘れちゃう人いますから。はい、あとオイルエレメントですね、オイルエレメントもこう自分で変えれるようにね、なるといいと思います。簡単ですね、まあ、こういうトレーサーとかはね、もうこれも見えてるので、オイルエレメントが。非常に簡単です。ただこうフルカウルのね、250のフルカウルのバイクはこうカウル外さなきゃいけないので、ちょっとめんどくさいので、まあエレメントの時はこうまあね、めんどくさい人はもうまあショップにね出して、まあでも自分で変えれると本当は一番いいんですけど、ここで、はい、エレメントはね自分で変えるとまあ楽しいんですけど、まあまあちょっとね、カウル外さなきゃ めんどくさい人はこうショップにですね、出してもいいと思います。はい、あとメンテナンス、自分でメンテナンスはそんなところですかね。そんなに 150cc こうね、なんかメンテナンスを心配しなきゃいけないっていうところはそんなないので、車検がないのが魅力な 250cc 、はい、そんなに 250cc ねメンテ本当心配することないので、ぜひぜひこうね簡単なので、
はい、メンテナンス、簡単ですので、ぜひそんな感じでですね、本当、まあ、チェーン、エンジンオイル、エレメント、ブレーキパッドぐらいですか。普段こう気になるところはね、まあ本当そんな感じですよ。本当に、はい、今のバイクはもう故障もありませんので、もう全然今のバイクはもう性能抜群です。今のバイクはもう性能抜群ですので、もう故障もないです。故障もないので、もうぜひぜひね、 250cc でこうね楽しんでもらえれば、こうねメンテナンスもいろいろ自分でね覚えるといいんじゃないでしょうか。こうね、今日は 250cc のこう自分でメンテナンスって何どうなのという、ちょっと気になってる人、心配な人にちょっと向けてね、もう全然大丈夫ですよという、こうね 250cc、 またチェーンメンテナンスはこう本当に何千円かでショップに出せばもうやってくれますので、オイルもしっかりやってくれます。本当にですね、まあ、オイルはまめに変えてください。オイル重要です。オイル、でもオイルも、いいオイルがいいですね、やっぱり。こう、いいオイルが、ちょっとあまりオイル蹴散らないように。特に回す人、ちょっとね、いいオイルがいいんじゃないかなと思います。はい。やっぱこうですね、やっぱ柔らかい、こうね、オイルがいいと思います。いいオイルは。やっぱりオイルは血液です。人間で言うと血液、オイルは。重要です。バイクのオイルは重要。というね、250cc のメンテナンス大丈夫というちょっとね、お話でございました。いやー、バイクはもう最高ですよ。でもしかしもう忍者 250cc がですね、ほんと秋にいろいろですね、こう、ネットニュースで出てますが、いやー、楽しみ。いやー、見たい。乗りたい。いやー、いいなー。あれ、買える人いいなー。あれいいなー、あれ買える人。楽しいだろうな。それで、若い子とかね、もうリターンライダー。もう楽しいだろうな。いやー、楽しいだろうな、ほんと。いいなー。いや、というわけでですね、今日 250cc メンテナンス全然心配ないですよというちょっとお話でございました。いつも動画ね、見てくださる方、いつも動画、もうありがとうございます。久しぶりのバイク動画でね、トレーニング最高です。今日はもうピーカンです。ピーカンでも、はい、最高です。もうピーカン。もう最高です。気持ちいいです。ガンガンいきます。ガンガンいきます。はい、いつもどうもありがとうございます。ではまた。